こんばんは。今回はレベリングに欠かせない経験値ポーションの入手方法と高レベルキャラにおすすめな狩り場を解説していきます。最初に一番入手しやすい経験値プラス 50% クランポーションについて見ていこう。クランポーションは G キーのクランの欄からクラン商店っていうところを押して、こんな風にアイテムを選択して購入するアイテムだね。出席チェックを行わないとクランポーションの購入に必要なクランポイントっていうのがたまらないから、クランに入ったら必ずこの出席チェックを毎日押しておいてあげるとみんな助かるね。1日1個まで購入可能なアイテムなんだけど、クランに入ってないと当然1個ももらえないから、早い段階でクランには入っておいた方がいいかな。次に効果値が低いけど毎日入手しやすいプラス 30% ポーションの集め方を見ていこう。プラス 30% ポーションは、名誉の殿堂、ミニマップ下にある名誉の殿堂のアイコンを押してもらって、するとこういう画面が出てくるから、3対3の PVP アリーナをこなして、名誉の勲章報酬っていうところから仮経験値 30% ポーションをもらう感じだね。この報酬シートは左から右に順に進めていく感じなんだけど、2列あって上を選ぶか下を選ぶか自分で選択できるから、プラス 30% ポーションだけ欲しい人は工場の祭りっていう方のシートをずっと選び続けるのがいいかな。もちろんこの左から右まで最後まで行っちゃうと勝手にこのマナの祭りの方に移行しちゃうんだけど、こういう状態でも上を選べばもう一回工場の祭りを選択し直せるね。今度は効果が高くてそこそこ入手しやすいプラス 100% ポーションの集め方を見ていこう。プラス 100% ポーションは友情の印象交換と青オーラ交換で手に入るね。友情の印象はさっきと同じでクランの関係のアイテムかな。クランの出席報酬がクランメンバー数の 50% 以上になると友情の印象50個がもらえるのと、あとクラン任務かな。挑戦の殿堂一般超越ダンジョンでラウンドチャレンジ装置を200個作動できた場合の報酬にも設定されてるね。次元ポータルのボスモンスター退治でももらえるけど、これはなかなか達成できないから、1日あたり50個か100個もらえるものだと考えた方がいいかな。友情の印象の交換は、インベントリの印象交換タブの友情の印象の脇にある印象交換ボタンからもらえるね。仮経験値 100% ポーションは、1ヶ月に10個まで購入可能で、1個あたりの価格は200友情の印象かな。プラス 30% ポーションもプラス 100% ポーションも基本的には倉庫に入るから、間違えて別のキャラでもらっちゃってもメインキャラの方に持ってこられると思う。 100% ポーションのもう一つの入手アイテム青オーラの方は、多分一番簡単なのが名誉の交換で手に入れることだね。名誉の印象ショップを開くと1つあたり5個で週間8個まで買えるんだよね。だから1週間あたり名誉の印象40個を使って輝く英雄のオーラ8個になるから、大体まあ週1回ぐらい経験値 100% ポーションがもらえるかな。出席報酬が毎日もらえるクランだと仮定すると 7×50 で350だから、大体1個ぐらいは 100% ポーションが交換できて、青オーラを足すと 100% ポーションがだいたい週に2個ぐらいは手に入る計算になるかな。どっちも気づいたら溜まってるアイテムでもらえるから、レベリングで詰まったら交換しちゃうのはありかもしれない。あと効果がすごいけど集め方に癖があるプラス 300% ポーションの集め方も説明するぜ。 300% ポーションは呪いの痕跡っていうクエストの報酬アイテムを5個集めると入手できるね。呪いの痕跡っていうのはこれだね。呪いの結晶っていうアイテムは呪いの痕跡クエストをクリアするともらえるんだけど、この結晶を右クリックすると交換ショップが開いて、呪いの結晶5個で経験値プラス 300% ポーションと交換できるかな。1週間あたり5個まで交換できるね。呪いの痕跡は地域ごとに1日1回まで追跡できるんだけど、どこでも獲得できるわけじゃないから注意しよう。痕跡を拾える地域は U キーの
業績照合ウィンドウを開いてもらって、業績タブに切り替えてクエスト業績、呪いの痕跡で見ていくと、ここに呪いの痕跡が落ちる地域が並んでるから、これを見ながらこの地域を狙って狩りに行くのがいいと思う。大体16箇所ぐらいあるんだけど、呪いの痕跡は獲得クールタイムがあるみたいで、人が少ない初期エリアとか人が少ない時間帯とかを狙って出ると出やすいかな。クールタイムに引っかかってなければ狩り始めて2分とか3分以内に出ることが多いと思う。一つのエリアで長く狩っても出るものじゃないから、どんどん違うエリアに移動しながら狩っていくのがいいね。最後に課金アイテムなんだけど、無課金でも入手できるプラス 75% のティグリス戦闘ポーション2の集め方を紹介するぜ。課金する人はリアルマネーをジュエルにして、リアルマネーをジュエルにしたら、ジュエルでルビーを買って、ルビーを買ってインベントリの重要タブから使ったらギアを購入して、でまたギアをね、ゲーム内で使ったらギア商店を開いて、ギア商店の中にあるティグリス戦闘ポーション2を買う感じだね。1日あたり4個まで買えるね。単価600ギアは日本円にするとだいたい166円ぐらいかな。時間はないけどお金ならいくらでもあるぞっていう社会人におすすめの課金アイテムだね。もちろん無課金の人でもゲーム内の両替所でゴールドとギアを交換すれば購入できるかな。ちなみに 30% ポーションと 100% ポーションと 300% ポーションは一緒に使えないから注意しよう。アイテムアイコンが違う経験値ポーションは一緒に使っても大丈夫だと思う。確かクランポーションと 300% ポーションとテグリスポーションだったら同時に使えたかな。それから44レベル以降の狩り場を5個くらい紹介しておくと、1つ目が1日次元ポータルの黒の機械盆地。右上から次元ポータルのボタンを押してもらって、黒の機械盆地43レベルから行ける次元ポータルだね。2つ目はマナ障壁の内側。マナ障壁の内側っていうのはこの赤とか紫のところ、マナ障壁がこんな感じで上から下に貼られてるから、野獣の牧場とか黄金の憩いの場とか、まああとはね、この暖かい雪原とかこの辺で狩ると特殊なアイテムが出て美味しいかな。健康の超越ルーンの粉っていうのがここら辺とかここら辺でしか落ちないから、アイテムを集めながらレベリングしたい人はマナ障壁の内側が美味しいと思う。空の上の船はルーンの粉を稼ぎながらレベリングする狩り場だね。ただし頻繁に PK と遭遇するから腕に自信がある人向けかな。この狩り場は鋼鉄の高原のこのエレベーターの空港のところからすぐ近くにあるあの追風号っていうのかな、電光石火の追風号って、ここに移動して狩る感じだね。5つ目、超越ダンジョン毒霧の港は金作ついでにレベリングできるからすごくいいんだよね。毒霧の港へ入場するためには超越石と毒耐性のルーンストーンが必要で、超越石は印象交換で月桂樹のかけらっていうのを超越石に変えないといけないね。毒耐性のルーンストーンは1日次元ポータルのオーディンの空島、オーディンの空島で交換していく感じかな。これだね。これを同種合成してレベル3まで上げていけば、毒霧の港でレベリングできるようになるかな。自分がスレイヤーを45レベルから46レベルまでレベリングするときに一番お世話になったのは毒霧の港だったね。スレイヤーだと30分で2周できるから、経験値イベント中にポーションありで毒霧を周回してたときは30分で 10% くらいの経験値を稼げてたかな。やっぱり金作ついでにレベリングできるのは一石二鳥で本当にいいと思う。単純な経験値効率で言うと機械盆地と毒霧が同じぐらいで、毒霧は狩り場争いがないから個人的に本当におすすめしたい。各種経験値ポーションを集めてるかどうかで効率がかなり変わるから、レベリング辛いなって人は自分に合うレベリング方法を探すと楽になるかも。最後まで見てくれてありがとう。